どうもこんにちは、鈴鹿彩子です。本日はこちら2016年8月の新作トミカを紹介します。さあまずはこちらトミカ86番、その名もトヨタ86。おー、まあ、86ね、過去にも出ていたんですが、まあ、今回新しいね、バージョンアップしたモデルチェンジした86がね、しかも86番にラインナップされております。落ち着いて落ち着いた。 あれチク、そっちの手に持ってるの前のじゃないの？そう、あれあれ、本当だ。あ、比べてる。あった。あ、どこが違うかな。今回のがこっちですね。前回がこっち。ね、やっぱこの前の微妙にこの違いがわかりますかね。そもそもこのね、車のねモデル自体が新しくなって、まあ、そんなには変わってないけど、そう微妙にね変わってるっていうのと、まあ、今回もこれドアがね開くようになってます。これは前も開いてました。今回このエンブレムがついてますね。後ろのライトも微妙に違いますね。そしてこちらが通常カラーのホワイトです。まあこれもねいいですね。やっぱり色シンプルでかっこいい。この後ろのとこかっこいいな。やっぱここ側に1個黒がね入ることで締まりますね、やけに。うん、こんな感じです。まあ、基本はこの初回カラーと一緒ですね。こちらトミカ94番、日産セレナでございます。開けてみようか。あ、色がいいね。色がね結構焦げ茶と赤の中間みたいな感じでいいですね。なんか大人っぽいシックな感じ。そうで、まあ上とかはね黒で、そう後ろがね開くんですよね、後ろが。これがいいの？いいよ、見て。そこ開くんだって。そう、開いた。あ、閉まった。ちなみにですね、こちらがこれまでずっと86番にラインナップされていたホンダ CR-Z セーフティーカー、そしてこちらが94番にラインナップされていた日産 GT-R ですね。まあ86番に86を入れるという形 で、まあ、GT-R は今度出るのかな、新しいのが、ね、なので一回ねここでこの引退ということで。いや、どっちもいいですよ。このね、後ろとかもなかなか。でも多分ここら辺は在庫残ってる限りになってしまうので、まあ、気になった方はお早めにね探してみてください。今月発売になりましたので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、2016年8月の新作トミカでした。ありがとうございます。